こんにちは。神戸の六甲山スノーパークでは、今シーズンの営業に向けて今日から雪作りが始まりました。現在の気温は14度、まだまだ暖かいですが、六甲山スノーパークでは来月のオープンに向け24時間体制で雪作りが行われています。神戸市灘区の六甲山スノーパークでは、朝晩が冷え込むこの時期から人工増雪システムを使ってゲレンデを整備しています。アイスクラッシャーシステムと呼ばれるこの増雪機、プレートに水を垂らして作った厚さ 3,4 ミリの氷の板にガスを注入し分断した後、最強機で1ミリ前後に砕いて雪を完成させます。大きめの粒に仕上げることで、変化する天候や気温に適した雪になるということで、来月末のオープンまでに1日あたりおよそ240トン、合わせておよそ9600トンの雪を積もらせるということです。昨シーズンはおよそ13万9000人が来場、このうち外国人観光客はおととしの倍以上となるおよそ1万9000人が訪れていて、近くの有馬温泉と合わせたインバウンド効果も期待されています。スノーボードが日中解禁されたことによって、やはりその若者というか若年層の方々に多く利用していただくことが増えたように感じています。初心者の方であったり初級者の方に楽しんでいただきたいっていうところと、ファミリーの方にこう雪遊びを楽しんでいただきたいと。六甲山スノーパークは来月末にオープンし、来年3月9日まで営業する予定です。